皆さんこんにちは。こんにちは。土屋カバン製造所スタッフの山田です。同じくスタッフの島谷です。本日も土屋カバンのインスタグラムライブをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。すっかり秋で、はいはい、ね、今日ベージュかぶりをしたわけなんですけど、はい、今日もコメントをいただいてますね。ありがとうございま す、はい、季節もだんだん秋になってきたので、はい、今日はバックパックが似合う季節になってきた。そうですね、背負いたくなる背負いたくなる季節になってきたってことで、はい、今日はバックパック特集なんですけども、はい、バックパックも結構最近リモートワークとかでパソコンを持ち歩いたりする方が増えていて、結構お仕事で使えるようなバックパックを求めるお客様が、増えてきているということもあるので、今日土屋カバンのラインナップをちょっと丁寧に説明していきたいなと思います。はい、はい、なので今日もアーカイブ残しますし、また途中でのコメントもどんどんお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、はい、ちょっと第3回の時にもバックパック、いくつかご紹介をしてきたんですが、ちょっと全部をきちんと比較する、タイミングっていうのがまだ今回初めてなので、ちょっとずらっと、ご紹介をしていきたいと思います。はい、バックパック愛用してますってコメントありました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとまずですね、今日ご紹介していく製品をまず、簡単に、順番に名前をお伝えしていきたいと思いますが、初めがですね、バイノシリーズ、以前もご覧いただいてますが、スクエアバックパック と、ラウンドバックパックですね。で続いて、これもご存知の方多いかもしれないんですが、大人ランドセル、子供ランドセルから、ちょっとヒントを得ながらですね、技術をちょっと存分に生かして作ったというのが、大人ランドセルで、小さいタイプ と、こちら革の種類、001、002と、2種類あるんですけれど、それと、一番最近新しく出ている防水タイプの大人ランドセルで、ラージタイプですね、こちらは。で続いてが、波シリーズの、バックパック、スモールタイプもあるので、ちょっと後ほどご覧いただきたいと思います。はい、そして最後に一番、バックパックの中では一番土屋カバンでは今、歴史が長い2つですが、ソフトミディアムバックパックと、ソフトバックパック、こちらの2種類。ので、それぞれの容量だったりとか、まあ、革はもちろんですけれども使い心地なんかも今日はちょっと比較しながら、いきたいと思います。はい、はい、結構ねバックパックは愛用もあるんですけど、お財布とかキーケースを愛用していただいているという、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あとはね、もし気になっているものがあればちょっとこうやってこれを比較してほしいとか、はい、 そうですね、そういうコメントもお待ちしております。はい、ちょっと背負い姿なんかも実際にご覧いただきながら、ね、ご紹介していきたいと。トートやブリーフと違ってバックパックを本当背負ってみないと、ね、雰囲気がわからないと思うので、大きさだったりなんか合わせやすさだったりとか、はい、いうところもあるかと思います。そうですね。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、行きましょう。あ、ランドセルを使っている、はい、あ、そうですね。ありがとうございます。あと事前にランドセル のリメイクのご質問をいただいてたんですけれども、はい、一応ランドセルのリメイクも土屋カバンの方で受け止まってまして、はい、ランドセルのサイトの方で詳しく書いてあります。はい、でちょっと受付の期間が限られていて、今ちょっと受付が一旦終わってるんですけど、次回11月の予定なので、はい、近くなったらまた見てみてください。はい、はいはいはい、ソフトミディアム憧れるということなので、ね、ちょっと、はい、あ、一番左のもの女性だと大きいですか。こちらとか、こちらですか。あ、はい、はい、後で背負ってみます。はいはいはい、じゃあ早速順番にちょっとご紹介していきたいと思います。はじめはですね、バイノシリーズのスクエアバックパックからです。こちらはバイノシリーズ、ラウンドと同じ、種類の革を採用してまして、色はこちらのブラック と、こちらのダークカーキ2種類です。はい、ダークカーキはちょっとグレーみがかったようなカーキという形になりますので、まあ、スーツスタイルにも合わせやすい色になってます。これまさにね、今のお仕事スタイルに合わせて、はい、結構最近作った製品なので、はい、とてもお仕事に便利な点がたくさんありますよね。はい、軽いしね。そうですね、そうなんです。軽さもあります、ね、はいはい、じゃあちょっと中の作りを、ご紹介をしていきたいと思いますが、今四角い形になってるんですが、メインのファスナーは、ここでダブルジップでついています。で実際にこう開けてみていただくと、はい、こうかなりガバッと蛇腹状にですね、アコーディオン状にこう開くような
形になっております。まあ、一番下までファスナーが下がっていることによってこれが実現できるので、うんうん、まあ、かといってこぼれてしまうと大切なものが落ちて大変なので、ね、まあ、こぼれ止めもしっかりつけています。で、中実際見ていただくとご覧いただいて分かる通りかなり広いですね。はい、闇、はい、あ、暗いですか、はい、闇、はい、でもこれぐらいマッチあるとお弁当とかも入る、ね、はい、そうですね、そう、バックパックで弁当箱を入れたいという方も事前にあったんですが、うん、この形であれば割と余裕を持って入れていただきやすいかなと思います、うん、というのもここの背面側のポケット、これ今 PC ポケットになっておりまして、53インチの PC も入れていただきます。これ今シンクパッドを入れてるんですけれども、Mac のタイプも安心して入れていただけますね。こういった形になってます。で、こちらの前面側にもこういったポケットがついてますので、まあ、こちら側にも、カードケースだったりだとか、まあ、家の鍵だったりとかいう大切なものも少し入れていただけます。はい、で、実際に持ってこう背負っている間ですね、特に移動中はやっぱり緊急でちょっと出し入れをしたいものっていうのもあるかと思いますので、こちらについてはこの外側のポケット、こちらも結構ですね、見えますかね、暗いかな、はい、長財布とか深さがありますので、長財布もこう縦に入れていただいてもファスナーが当たらないような長さだったりだとかしますので、結構かなり入れていただけます。はい、スマートフォンとか、はい、スクエアタイプ、まあ、こういった形になっておりますので、続いて、ラウンドタイプもちょっと比較するような形で、ご紹介をしていきたいと思います。ラウンドタイプ2色になると、まあ、先ほどのブラックがこちら、ダークカーキがこのような形、はい、まあ、定番の黒とちょっと革の風合いとなんかかっこよさがある、ね、はい、そうですね、はい、先ほどのスクエアの方が、スーツにはよりこうカチッとした印象で持ちやすいのに対して、こちらもスーツでももちろん持っていただけるんですが、まあ、ちょっとリラックスした雰囲気を出したいかなという方に関しては、こちらの方がおすすめかなと思います。はい、なのでちょっと作りも合わせて、紹介していきたいと思いますが、こちらは先ほどのこう散歩を点滅、街をずっと開閉するような形なのに対して、こちらはですね、こういった、まあ、ラウンド型では割と多い作りではあるんですけれども、まあ、横面が少し変わってまして、背側から前に向かって斜めに入るような街の作り方で、こう街をがしっかりと確保されている中でもシャープな印象を見せれるようにしたっているんですが、こちらも開くとかなりこうガバッと開きます。先ほどよりもさらに開くような印象ですね。はい、でこちらは、中のポケットは非常にシンプルで背面側に1つ、つけている形になるんですが、まあ、先ほどと比べるとちょっと PC ポケットどこなんだっていう方を思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらは PC ポケットをですね、背側に別で設けております。こちらは、ここですね、はい、さっきのメインのさらに背面側にPC ポケットを入れてますので、はい、今、MacBook の13インチですね、はい、ケース付きの状態で、はい、入れていただけても安心な仕様になっています。少しすごくたくさんではないんですが、干渉柔らかいクッションも入れてますので、はい、少しサポートレベルにしていただけるような作りになっています。お、ダークカーキという声がありました、はい、これのことかな、はい、はい、そして、前のポケットはこちらもですね、先ほどと同じでちょっと幅は小さくしてるんですが、深さが結構しっかりとあるような、これぐらいまである、ね、はい、今本当にこのステッチのところまで本当にポケットがあるような形になりますので、長財布とか入りますね、はい、たっぷり入れていただけるようになってます。なのでお仕事のバックパックとしてお使いいただけるように、かなり容量はたくさん入れられるんですけれど、まあ、印象としてはやっぱりビジネススタイルにスマートに持てるようにっていうような形で、見えない収納っていうのはしっかりとボリュームを持たせて、確かにカーキではあるんですけれど、はい、革がスムースでちょっとフォーマルな印象もあるので、はい、そんなになんかカジュアルだったりワイルドすぎず、そうですね、お仕事にも安心して使えるような、はい、印象ですね、はい、ジッパーががっちりしてますね、ですって、はい、ありがとうございます。そうですね、そうなんですね、男性シリーズなのですごく大きいとかではないんですが、ちょっと印象としてはやっぱりスマートな中にもちょっと力強さが、うん、垣間見えるように、そういった仕様のファスナーも使っております。結構滑り心地はいいですね。メタルクスタルですかね。はい、はい、そんなちょっとタフな名前のついたファスナー、はい、でもね、本当丈夫なファスナー使ってますのでね、はいはい
なので、まあ、ちょっと実際にじゃあ早速大きさどれぐらいなのか、かなり大容量ですっていうご説明をしたので、はいはい、背負って比較をしてみたいなと思うんですが、はい、まずはスクエアタイプからいきたいと思います、はい、女性も持てますね。断面とか今ちょうど2つ目ですねの長さで持つと、僕の身長がちょうど171、まあ、平均的な身長になるんですけども、まあ、見え方としてこんな感じですね。はい、はい、カキですか、はい、一方で、まあ、ブラックはもう安心のブラックで、今日はもうちょっと割と完全なビジネスというよりはジャケパンスタイルぐらいで、まあ、スーツでもブラックは持っていただきやすいです。でダークカーキになると、まあ、こういった色合わせで、うん、まあ、黒は全然問題なく、黒だとちょっと味気ないなみたいな方はちょっと挑戦してみてもいいかもしれない、はいはい、そうですね。ちょっとブラックスーツじゃなくネイビーとかのスーツを持たれる方の感覚に近いような形で、はい、持ってみていただけるといいかなと思います。はい、はい、でよりスマートだったスクエア型に対して、ちょっと柔らかいブラックですね。あ、ブラックじゃないですね、ラウンドですね、はい、ラウンドになるとやっぱりフォルムが少し、優しい印象にはなるんですけれど、はい、まあ、革の質感だったりデザインからスマートには同じように持っていただけます。はい、ちょっと横向いてもらっても、はい、横から見ると、はい、こんぐらいなんですよっていう。実際はこう今中身何も入ってないんですが、こう柔らかく使うと馴染んでくるので厚みはちょっと落ち着くような印象になるかなと思います。はい、続いてブラックに続きカーキですね。ちなみにこの革はこう使っていくと色が深まるっていうよりはちょっとうっすらと艶が増してくるというような、うん、クロームなめしの革なのでエイジングガンガンするというよりは落ち着いて今の状態で長く、そしてこなれた艶が出てくると。そうですね、あのバイノのエイジング知りたいですという事前のコメントあったんですけども、はいはい、そこまで大きな色艶の変化はないというふうに思っていただいた方が、はい、なので革の柔らかく馴染んだしなりと、すらと増す艶というかですね、はいはい、ちょっとね、はい、持ち手の部分も程よい厚みということだったので、はい、ちょっともう一度この、 アップで、はい、持ち手のところをね、はい、確かにこのラウンドの方はすごくふっくら作っているので、うん、はい、あの手持ちの場合でもいいですし、はい、まあ、スクエアもね結構しっかり作ってますね、はい、でもラウンドバックパックに合わせて、まあ、こちらはラウンド型の丸いフォルムの持ち手なのに対して、はい、スクエアの方はですね、まあ、できるだけ目立たないように、そうですね、でもしっかりと持てるようにっていうような形で、はい、ラインに沿って付け方を変えています、はい、肩ベルトどれくらい調整できますかということです、はい、ちょうど今あの僕が背負っていたのが、上から3番目の穴なんですけれど、まだあと下に3つあるっていうような形になったりだとか、逆にもう少し短めだったりで持つっていう方に関してはまだ2つ短くすることができますの で、 そうですね、まあ20センチまではいかないと、はい、18センチぐらいは可動域ありますね。それぐらいありますね。はい、はい、で、あとはこのしっかりねベルトタイプでお作りしているので、はい、こうなんかバックパックでよくあるこう下がっていっちゃうみたいな、はい、そういうのがなくてしっかり、ね、あの重くてもしっかり止まるようになっていて、はい、可動域も結構広くしています、はいはい。バックルはちなみに革巻きに、そうですね、革巻きのバックルなので、まあ、スーツとかに合わせても、はい、あの主張しすぎない金具になっています。はい、はい、じゃあバイノはそうですね、バイノは、まあ、このような形になるんですが、はい、続いては大人ランドセル、ご紹介していきたいと思います。では大人ランドセルはもう先ほど00123と番号があるというようなことをちらっと、バイノはパソコンは何インチまで入りますかということなんですけど、はい、バイノ結構大きくて15インチぐらいまでは入りますね、はいはい、さっき私たちが入れたのは13インチのケース入りだったんですけど、はい、それを入れてもまだかなりこれぐらいの余裕が見えますか、はい、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、あるので結構こっちの見方はあの大きめのパソコンでも安心して、はい、あとは、まあ、カバーを併用される方はカバーの厚みによってちょっと多少入る、ね、入らないは出てくるかと思うんですが、はい、PC そのもの自体は、15インチでしっかり入れていただけるようになります、はいはい、本体サイズは B4 ぐらいまでいけ
ていうのが、はい、バイナムですね。はい、はいはい、じゃあ続いて、大人ランドセルに行きたいと思いますが、大人ランドセル、まあ、001というのが、梅川のタイプの大人ランドセルになっています。同じく002もサイズは同じなんですが、こちらはあの梅川でなくバケッタミリングレザーを使用したオイルたっぷりで味がどんどん出るというソフトな革になっております。ブラック今僕もあの愛用してるんですけれども、私ブラウン、まあ、かなりのツヤが今日持ってきたかったです。そうですツヤツヤの、はい、出ております、ね、はい、経年変化がやっぱり一番こう楽しめる。そうですね、002はそれが一番楽しめますね。はい、はい、でサイズはこちら0012と同じなんですが、まあ、革が違うのと合わせて作りも少しずつ違っています。サイズは、マチもこのような形で一緒なんですが、やはりこの革の張り感ですね、ヌメ側の方はかなり硬くがっちりと箱状に仕立てているのに対して、革なりの、柔らかさっていうのを出しているのがこちらの002なので、まあ、かぶせが少しこういうしなることができる柔らかさがあるのもそうですが、マチもこういう柔らかさがあるっていうところで、まあ、一方でこちら本当にがっちり固まっている形になっているのでその違いなんですが、あと作りとしてはメインポケットですね、一番大きなところはどちらも同じようになっていますという形で、こぼれ止めがついたメイン収納に対して前にファスナー付きの薄待ちのポケットがついていると。でそこ以外のところですね、前ポケットのところには、それぞれこちらのヌメ側の方は革が硬いので待ちをつけることによってしっかりと入れていただけるようなスペースがあります。こういった待ちが広がる。一方でこちらの002の方は、見ていただいても分かる通りかなり革がしなるので、あのマチを作らずともしっかり中に入れていただけるので、ファスナーがこう横につくんではなく平についているっていうような形になっています。はい、のね、ちっちゃいポケットに鍵を入れたりとかっていう工夫もあります。はい、でこれどちらもサイドポケットで、まあ、バックパックとかこのランドセルもそうなんですが、やっぱり背負った状態で、まあ、こう持っているのをこう出したい時というのがあると思いますので、この時にこう出していただけるように、まあ、サイドにつけているんですが、一方で、まあ、どんどん開けやすくなっちゃうとこう防犯面がちょっと心配だったりっていうところがあるんですけれど、そこについてはこの内側のところにですね、この引き手を止めれるような仕様っていうのをそれぞれにつけています。ヌメ側の方は引き手にホックをつけることによってこうパチッと止めておけることができて、こちらの002のソフトの方に関してはちょっと引っ掛けポケットみたいなものをつけているので、はい、まあ、この状態でかぶせをこう閉じていただくと、まあ、外から簡単にこう引き手を引っ張れちゃうっていうようなことはないかなと思います。はい、002はい、にこのような形になるんですが、はい、続く003も今日はちょっとご紹介をしたいなと思います。はい、ちょっとね、サイズ感、はい、一回り大きいです。はい、背中の方が分かりますね。はい、こんな感じ、こんな感じの大きさの違いです。はい、まあ、一見こう革の質感とかはこの001のハードのヌメ革タイプにちょっと似てるんですけれども、まあ、今回違うのが防水レザーになっています。なので、背負ってる間に雨に濡れてしまってもあの安心して、使っていただけると、まあ、どちらもあのソフトのタイプもすぐにシミができるわけではないんですが、より心配だという方にとしてはこちらのがおすすめかなと思います。で中の作りもですね、ちなみに色はこちらが今チャコールグレーという色なんですが、先ほどの、ヌメ革と、バケタミリングレザーはブラックとブラウンの2色だ、対してこちらチャコールグレーとネイビーですね。はい、防水はチャコールグレーとネイビーで、ネイビー結構明るいんですよね。はい、でチャコールグレーは少し黒に近いような黒がこれですね。はい、黒と比較するとこんな感じで結構近いかな。はい、ネイビー逆にあの明るい感じですよね、すごく。はい、そうですね、プローターをお持ちいただいている方もまあいらっしゃるというご質問であったんですが、それよりは少し明るいブルーで、今ネイビーちょっと完売してしまってるんですけれども、はい、そうですね、またちょっと次回に向けて今制作を進めておりますので、はいはい、ちょっとネイビーが6月からずっとまだ販売ができていないんですけど、はい、一応あのそろそろできる予定です。はい、はい、もうしばらくお待ちくださいませ。はい、まあ、こういった、サイズの違い、革の違いももちろん
ですが、メイン収納、今度こちらは、ここの先ほどあった前側にあるポケットっていうのが今回ないような、本当にシンプルな箱型構造にしているんですけれども、その分ですね、ここにあったポケット以上のポケット前にちょっと用意しております。こちら2段式のポケットになっていまして、上側はこの天面で開けていただくような形で、こちらもマチがしっかりついていますので、かなりお財布も入れていただけますし、結構カードケースとか、キーケースなんかこう縦に入れてもファスナーがちゃんと閉まるっていうようなもののサイズ感が多いですね。はい、マチ付きポケットがね、意外とやっぱ便利ですね。そうですね、僕も使ってるんです。本当ここの収納力は格段に、はい、まあ、面が大きいからっていうのもありますけれど、めちゃくちゃ作るの大変。はい、ここ大変なんですね。大変な、はい、でこちらについては、下の段についてはサイドから同じようにアプローチができるような形になってますので、こちらも長財布が横に十分入るサイズになってます。で背面側もこういったマチなしポケットついてますので、薄手のものはここにも入れていただけるようになっております。はい、収納ね、ちょっとさっきの、はい、13インチパソコンがもう悠々、はい、入れていただけます。これラージの方ですね、はい、003ラージの方、ラージの方はかなり大きいですね。はい、はい、0012は、そのパソコンそのもので入れていただけるようなサイズ感になっております。はい、あとですね、結構汗をかきます、背中の色落ちどうですかという、はいはい、そうですね、バックパックについてはどれもなんですけれど、はい、やはりどうしても汗をかいたりとかするっていうのがありますので、お子様用のランドセルでも採用しているソフト牛革を採用しています。はい、チアカバンで販売している全てのバックパックは、はい、この背中だけソフト牛革という、はい、まあ、通気性とかが良い素材を使っていて、ね、はい、色移りもしにくい素材になっております。はい、まあ、ここの背中とあと後ろのこのベルトのところですね、はい、このベルトの部分の内側ですね、まあ、ここが一番接点になるので、そういう素材を、はい、使う素材を分けて、はいはい、作っております。はい、こちらもちょっと実際に背負ってみ、はい、ましょう。これからいきます。はい、はい、じゃあまずは001ですね。はい、サイズとしては、先ほど最後にご紹介したラージよりもちょっと小さいタイプです。はい、こんな感じです。そうですね、先ほど のバイノと比べるととてもマチが薄くてすっきりした、はい、コンパクトな印象ですね。はい、そうですね、バイノがね、こんな感じですね。はい、比べるとちょっと、はい、はい、はい、今001だったんですが、ちょっとソフトな、次がまずじゃあサイズ比較っていう感じで003の方をちょっと続いて背負って003背負うと、こちらはこういう、はい、はい、素敵です。はい、一回り大きいです。はい、バイノと比べるとこんな感じで、はい、バイノの方が細長い感じがしますね。はい、次は結構似てきてる。このグレーもかなりこう合わせやすくて、うん、これはもう今日僕はベージュの色を着てますが、スーツにもこうどんどん合わせていただけるので、まあ、結構焦げ茶のアイテムとか、まあ、ブラックのアイテムとか、革の選ぶ色も変わる方も多いかもしれないですが、どれにも対応できるような絶妙なチャコールグレーを選んでおります。はい、続いて、はい、じゃあ続いてはちょっと002の革としてはオイルたっぷりの柔らかいね、結構明るいね、茶色ですね。はい、これね、サイズ感自体はこう先ほどの001と一緒なので、面の大きさとしては同じなんですが、やっぱり革なりのこうちょっと波打ちだったりしなりっていうのが出るだけでもですね、結構見え方は変わってくるかも。そうですね、本当ですね、柔らかい、はい、はい、で、ランドセルタイプ、この大人ランドセルの背負いなんですが、先ほどこうベルトの調節の話とかもあったんですけれど、これはこう結構フィットした状態で持っていただく方がいいかと。はい、ちょっと今ベルトを長くしたものですね。はい、通常僕の身長ですと小さい001だと4つ目の穴ぐらいがいいんですが、これ今5つ目とかにしてるんですけど、そうすると結構この首元ですね、この背中からこのところが隙間が空いてしまいます。
です。できるだけ背中にフィットしているこういうタイプのが、重みはかからないんですが、こうどんどん隙間が空いてくると重心がこう後ろにかかってきてしまうので、まあ、お子様のランドセルのフィッティングでも同じようなご案内をするんですが、どんどん重くなってで腰に負担が今度かかってきちゃうっていうような形になりますので、比較的背中に沿うような形でしっかり持っていただけた方が軽く感じるかなと思います。はい、じゃあ大人ランドセルは、はい、負担延長、はいはい、続いてどんどんいきます、はいはい、波です。はい、波はもう存分にすでに紹介してしまってはいるんですけれども、こちらもビジネススタイルのスーツにはちょっと難しいかなって思う方も多分多いとは思うんですが、ジャケットにカットソーだったりだとか少しカジュアルワークスタイルで着ている方とかはどんどん使っていただけるかなと思います。で、作りについてはもうご存知の方も多いと思うんですが、こうかぶせを開けていただくと、このように引っ張っていただくと、こちらの肩ベルトごとですね、蛇腹状に開いてくるようになってますんで、このメインの収納を入れていただきます。閉じている状態は結構こう三角になっているのでスリムに見えるんですが、開くとかなりたっぷり入れていただけます。これも入れちゃいます、はい、のでこれも13インチ今カバー入れた状態でも入れていただけるようになっているので、はい、まあ、この状態になります。後ろは背面にポケットファスナー付きがついてて、前にこういったポケットもありますので、ちょっと急ぎで出したいものなんていうのはこちらに入れていただけるといいかなと。で、締めるときはもうこの重みもちゃんと中身であるので、ここ引っ張るだけでスッと口が閉まるようになっています。なのでこの状態で持っていただけるといいかなと思います。で、背面側にもですね、一応こうポケットをつけていますので、何か背中に忍ばせたいものを入れていただけるといいかなと。背負った時のサイズ感も早速いきたいと思いますが、こちらはですね、こんな感じの印象です、はい、まあ、先ほどまでのこうかっちりとした印象っていうよりは、ちょっとこう何でしょう、形自体はリラックスしてるんだけれども、ちょっと印象は結構スマートに見えるようなタイプが、はい、チョコケットありがたい、はいはい、こちらの形とかはこうサイズ感も含めて、まあ、001の大人ランドセルとかもそうですが、女性も持ちやすいサイズになっています、はい、そうですね、で一つ小さいサイズが実はこちらスモールバックパックありますので、はい、まあ、こちらの小さい方とかは山田さんとかが背負ってもちょうどいいサイズで、はい、こんな感じです。あ、ベージュとすごく合いますね。本当ですか、はい、スモールも A4 まで入るので、はい、私仕事でたまに使っております、はい、でさっき山田さんのこう MacBook を実際にこう大きい方に入れたんですが、はい、スモールの方も実は入るっていう、はい、いきます、はい、スモール構造は一緒です、はい、ままケースは入れないです。こちらはなので、ま、ケースはなしでそのまま入れてもらった方がゆとりがあります、はい、そうするとまだ隙間が多少ある程度には入れていただけるので、はい、このまま、はい、ま、倍のほどですね、しっかりと PC スペースを設けてはいないんですが、持ち歩きたいという方に関してはこちらも入れていただけます、はいはいね、はい、全然、はい、意外と大容量。そうなんですよ。ちっちゃく見えるんですけどね。はい。はい。ですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあここまでこう大人ランドセル波と言ったんですが、最後に土屋カバンのバックパックシリーズの中でも一番こう歴史の長い。はい。はい、あ、大人ランドセル、ね、ちょっと比較してみますか。女性が背負った感じみたいです。そうですね。はい。山田さんの大人ランドセルは。これ今001ですね。はい、見えてます。はい、001です。はい。多分ラージはちょっと大きいと思うので、はい、女性にはこっちの001とかラージじゃない方のサイズをお勧めします。はい。波も強くて。あ、波も来ます。ちょっと。はい、波だと今ちょっとベルトの長さが男性のこんぐらい
そうですね、ですかね。でも別に何もありかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい、他ご質問とか大丈夫ですか、ね。はい。じゃあ続いてがシアカバン、今ご覧いただいたバックパックの中でも一番歴史の長いソフトバックパック、トモイルヌメですね。こちらは、色はこれまでにも何度かご覧いただいた、こちらの焦げ茶とブラウンなんですけれど、今先日ウェブサイトの方でも公開をしているんですが、この秋ですね、限定色で、ナイトブラックという色と、あとドーンレッドという色、2色が追加の限定色となって出てきますので、はい、画像の方でお見せしているものが、はい、ミディアムバックパックのブラック、はい、あとソフトバックパックの、レッド、はいはい、ですね、はい、なのでこの秋は、秋からは、ちょっとの間は、4色展開のこのバックパックになっていきます。はいはい、特にねブラックはお仕事でも使いやすいお色でなんじゃないかなと思っております。はいはい、基本これですか、はい、女性が背負うとこんな感じです。あ、さっきあのソフトバックパック女性が背負ったとこ見てみたいっていうことだったんですけど、はい、ちょっと私も後で背負いますが、はいはい、写真はこんな感じです。はい、じゃあちょっと作りもご紹介をしていきたいと思いますが、ご覧いただいた通り少し、やっぱり素材の柔らかさを生かしてですね、いつも通りこう袋縫いなんかをしながら仕立てているんですけれど、形自体はちょっとあのアウトドアを感じさせるような少しリラックスした、優しいフォルムになっています。まあ、かぶせがついてベルトがついてるんですが、実際開けるときはですね、ここのベルトをほどくんではなく、ここはフォックで留めていただけるようになっています。でこれを外していただいて、この革紐でギュッと袋を締めるような形にしています。ここも個包性の入った革紐で非常に贅沢ですね。でここをほどいていただくと、こうガバッともう口が開くようになっています。ちょっと今中紙の詰め物をしているんですが、中の作りとしては、背面側に、ファスナーポケット、そしてその前にですね小さな2つのポケットをつけております。でここまあ、なのでこうかなり開くと胴面もこうかなり大きく俵型といいますか、どんと高さがある状態で入れていただけるんですけど、結構たくさん入れてもこのカバンのいいところはこうギュッと紐を締めてしまえばこのまとまるっていうところ、すごくあの大容量荷物の方には最適かなと思います。でここを締めて、最後ここを止めて、一見こう外からのどうやって結構ここしか出し入れができないのかなって思われる方も多いんですが、こちらについては両サイドにポケットをつけています。こちらがまずこっちですね。こちら側はサイドポケットを開けていただくと、先ほど中入れていた真ん中のメインスペースにアプローチできるようになってますので、中に入れたものはここから取ることができるということと、あとメインスペースとは別に仕分けるポケットっていうのが反対側にあります。同じところにつながりそうに見えるんですけれども、こちらはさっきのメインスペースの前側にちょっとスペースを実は作っていまして、ここもこの面と同じ、ちょうどこの真ん中ぐらいまでですね、ポケットがついているので、かなり容量を入れていただけるようになっています。なのですぐ出し入れしたい、まあ、バスケースだったりだとか、カードケース、それからキーケースみたいなものはここに入れていただくのがいいかな。でこちらが大きい方のサイズのトンイルヌメなので、一番この中だと歴史が長いんですが、その次ですね、もう一回り小さいタイプというのも今お作りしております。こちらはソフトミディアムバックパックという製品なんですけれども、こちらもお色の展開は先ほどと同じ4色、この秋についてはあります。はい、人気のこれね、はい、はい、カホコちゃんから。はい、ちょっとドラマで使っていただいて、はい、あの人気が爆発してしまった。はい、はいものなんですけど、こちらはちょっと印象が、四角い形にはなっているんですが、こちらもやっぱりあの口の開き方っていうのが特徴的で、両サイドに止まっているホックを外していただくとこうちょっと耳が出るような形になるんですけれど、それによってこうファスナーがかなりしっかりと開ける、まあ、入れることができる幅よりも、広いスペースでファスナーが開きますので、中に出し入れするときっていうのはメインでしっかりと使っていただけます。ちょっと今こちらも中に詰め物してるんですが、こちらは中のポケット、背側のポケットはシンプルにファスナーなしのタイプの
ポケットをつけております。トーレでも柔らかくて使いやすいです。僕両方で使ってます。ってこと確かに、はい、さっきのね大人ランドセルとかは割とオンっていう感じなんですけど、これオンオフ転用できますね、はい、そうですね。ファインドのラウンドとかもね、はい、そういうお洋服いただきますね。まあ、それぞれソフトタイプもこちらもミディアムバックパックもどれもやっぱりトモイルヌメの革のこうしなやかさみたいなのを活かせる作りになっているので、使っていく中でもこう結構自然なこう革の馴染みみたいなところも楽しんでいただける一つなんですが、こちらも両サイドから中につながるスペースがあります。こちらの右側を開いていただくと先ほどのメインのスペースのところにつながるようになっています。でソフトバックパックは使ってます。形が好み、四角いけどソフトだから優しい感じがいいですってことで、やはり歴史があり、はい、愛用者の声が熱いですね、はい、そうですねありがとうございます。グリーンはありますか、はい、グリーンはないんです ね, ですね、はい、去年ですかね。あ、そうですね、去年のクリスマスはグリーンが限定色で出ましたが、はい、今年の限定色は先ほどお伝えしたブラックとレッドになっております。はい、はいはい。で反対側のサイドファスナーについては、先ほどと同じように別の収納なんですが、今度は前側ではなくって背側に付けるようにしております。こちらもかなり大容量で、こちらはもう背中まるっとスペースがつながって前面にあるような形なので、結構大きめのものも入れていただけるようになっております。こんな着方なんですけれど、はい、こちらもちょっとサイズ感を、はいはい、比較してみます、はいはい、まずは大きい方を僕が背負った場合ですが、はい、結構、ね、非常にやっぱ安心感がある。すごい、なんか見慣れた感じします。そうですね、ちょっと過去にコンテンツでも僕の背負って持っていたりしている、はい、今日の服の色にも安心して合うっていうのもあるかもしれないですね。でもやっぱなんか革もこういう、はい、なんていうんですかね、帽子がついてて、はい、ここまで、はい、なんでしょう、贅沢に使ったもの、はい、なかなかないんで、ね、はい、なんか本当に革の袋を持ってるみたいな、そういう感覚です、はいはい、大きさはこんな感じ、はい、山田さんも背負っています。そうですね、ちょっと、ね、さっきに大人のノセル、茶色を女性が背負ったところを見てみたいっていう声があったので、はい、はい、大人のノセル002ブラウンです。で私もこれワイドじゃない方を使ってるんですけども、すごい使い勝手が良くて、もう愛用してるっていうか愛してるの領域です。それを愛用してるっていう、はい、こんな感じです、はいはいはい、じゃあ続いてこの外バックバッグ、はい、ちょっと長さ調整します。はい、先にじゃあその間に僕は小さい方のソフトミディアムこちらだとやっぱりちょっとサイズは小さめになってきます。日常的に入れていただける容量っていうのは十分に入るので、もちろんこちらも使っていただけるんですが、体格がすごくいい方とか身長がいい方とかっていうのはちょっともしかすると小さめに見えたりとかする方も中にはいらっしゃるかもしれないですが、でもやっぱりお好みに合わせて選んでいただけるのもいいかと思います。結構背負い心地はやっぱり前面を先ほどの大きいタイプは包まれている印象が強いのに対して、こちらはちょっと背中に沿うっていう感じになるので、ちょっと軽い印象にはなりますね、はい、山田さんがじゃあ大きい方を背負って、はい、大きい方、もしかしてやっぱちょっと大きいですか。でも女性、そうですね、いますよね、スタッフで、はい、全然問題ないかなと、まあ、日常的にはもしかすると大きいと感じる方もいらっしゃるかも、はい、知れないんですが、旅行の時に使ったりとか、はい、大きめのバッグがお好きな方っていうのは全然こうすごく大きすぎるかっていうと、うん、そうでもないかなと思います。そうですね、はい、山田さんの身長が、あ、はい、私、はい、163って言ってたんですけど、この間健康診断行ったら 162.4 でした。すいませんでした。だいたい間違ってないので大丈夫そうです。はい、はいはい、はい、ちょっとざっと紹介をさせていただいて、ね、さっきも大人ランドセルの時にちょっと背中の部分の作りについてご紹介をしたんですが、今ざっとご紹介したものの背中の部分の作りについてちょっと違いのご紹介をできればと思います、はい、大きく分けると
3つ、はい、はい、もう大人ランドセルはもうランドセルっていう感じで、はい、一番クッションの、あのスクリア、うん、後ろ側やっていうのが贅沢に包み込まれるような食感になっています。はい、先ほどどれもあのソフト牛革を使用しているという風にお伝えしたんですが、どれも素材は同じで、はい、ちょっと製品に合わせて、色は違ったりはするんですが、どれも同じですね。毎回色を、ね、これに合わせて染めてますもんね、はいはい、これはチャコールグレーだし、これはブラックだし、はい、こっちも、まあ、焦げ茶はブラックだったりするんですが、ブラウンの方は明るい色だったりします、はい。じゃあちょっとスポンジ具合、構造の違いに戻るんですが、はい、先ほどの大人ランドセルは、まあ、背中の当たる真ん中の部分とここの背中のワイドの、両サイドの部分と腰上の部分で全部高さが違うことで、まあ、背中にフィットするっていう構造に対して、はい、まあ、それは箱型だからっていうのもあるんですが、はい、こちらのバイノに関してはちょっと革もやはりしなやかさが出てきますので、はい、同じようにうっすらランドセルの形状を感じはするんですが、高さの違いっていうのは出さずにですね、でもちょっとこの当たるところと当たらないところは作るっていうような形で、はい、うっすらスポンジを入れながら、まあ、こういった形の仕立てにしています、はい。まあ、こちらのベルトの裏もあのこういった低反発のようなこう優しく肩に明るいものを入れています。はい、で、最後にトンオイル布目ですが、こちらについてはもう、見ていただいて分かる通り、革そのものがすごく柔らかく、あの柔軟性があるということで、かなりカバンが自在に形状を変化できるようなものになっています。ということは背中にそもそもすごくフィットをしやすいっていうことでもあるので、もう本当にこちらのソフトギューがそのものの状態で、大きな構造の変化っていうのは作らずに、きちんとスポンジを中に入れているというような形にクッションが入ってますね、なってますので、あの自然に背中に沿うようになっております。ちょっと先ほども、波は例えば波とか、あとバイの、こういったバックルが皮巻きだったりっていうのもご紹介をしたんですが、まあ、トンイルの目はこういったちょっとアンティークゴールドの仕立てになっていたりとか、大人ランドも少し違ったりとかっていう、それぞれに合わせたこういったですね、肩のベルトの形状も違うんですけれど、まあ、カバンの素材が違えばやっぱり作りも違って、形状も変わってくる、まあ、それによってまあ重い例えば素材であっても存分に楽しんでいただけるようになっています。はいはい、重さについての質問があったので、はいはい、あの軽い順にご紹介しましょうか。はいはい、まず一番軽いのがこちらの波のスモールバックパックで、はい、波シリーズもともと軽いんですけど、そうですね、やっぱりちっちゃいのでさらにあの軽い感じですね。はい、1000g ないんで本当にすごい軽やかです。はい、一番軽いです、はい、それに続くような形でこちらのトンイルヌメのソフトミディアムバックパックが続いてから、ね、サイズに比例するっていうのはありますね。はい、これがあのほぼ1キロで1キロちょっと超えるぐらいですね。はいはい、続いて波のバックパックですので、はい、まあ、先ほど波のスモールバックパックが一番軽いという話がありましたが、はい、こちらもやっぱり引き続き軽いです。はい、あの持っていただいてもこれもほぼ1キロぐらいなんで、はい、やっぱ波シリーズ結構軽いですね。はい、やっぱクロームなめしをしているんですけれど、さっきのトンイルなめとか例えば、まあ、タニンなめしなんですが、ね、タニンなめしのオイル入りですもんね。はい、オイルがたっぷりかどうかであったりっていう顔の素材の違いだけでやっぱりかなり重さは変化ができますので、はいはい、まあ、それに合わせてちょっと作りの工夫なんかもしています、はい、軽いチーム、はい、あと意外とこれもそんなに重くないっていう、そうですね、意外でしたけど、はい、一見重そうには見えるんですけれども、はい、ここから一気に 1.4 までいくんですね。はい、そうですね、だいたい 1.4 キロぐらい。はい、こちらも嘘でした、その前にラウンドバックパックでした。ほぼ、はい、ほぼ同じですよね。はい、これ 1.3、 あ、はい、結構軽いですね。はい、ああいうのも内装が生地だったりとか、はい、あのラメシがクロームとかだったりするので、はい、比較的あのバックこの作りのしっかりしたビジネスに使えるものの中では、そうですね、結構軽さとか気にして作ってますね。はい、はい、そういった順番になっていますが、はい、次がスクエア、ね、はい、スクエアですね。はい、このラウンドタイプの次がオイルの目で、はい、その次がこちら、はい、スクエアの方がちょっとね、あのパイピングとかも結構かっつり作ってるので、はい、ちょっと大きいし、パーツの数も多い感じがしますね。はいはい、こっちのタイプが大体あのお子様用の土屋カバーのランドセルの牛革と同じぐらいで、うん、ちょっと重いぐらいですかね。
でこちらが大体コード版と同じぐらいみたいな形なんで、はい、そう思うとそんなにこう重くもないのかなっていう気もしますね、はいはい、そうですね、はい、で大人ランドセル全般的にやっぱ作りがしっかりしてるっていうこともあって、はい、ちょっと重さは、はい、ありめなんですけど、はい、防水の方が、はい、内装が生地でちょっと大きさの割には、はい、そうですね、軽やか、はい、かなりこのかぶせの裏まで革だったりするのでだったりとか重なってる枚数が多いのでどうしてもこう多少重みは出てくるんですけれども、まあ、この防水タイプ、はい、そうですね、はい、そんな感じの重さ、はい、順です、はい、あと、水濡れというか雨、はい、雨の時どういうふうに使っていけばいいかっていうご質問もあったんですけど、はい、基本的にはこの中では唯一防水なのがこちらの防水横のランドセルなので、はい、雨でも気にせず使っていただけます、はい、ただ通常のものも防水スプレーとかを、はい、併用していただくと、ね、ですね、安心して使っていただけますよね、はい、なので、濡れてしまうものはもう濡れてしまうのは、ね、やっぱり避けれないので、濡れてしまった時にすぐに染み込まないようにどれも防水スプレーをしていただけるだけでですね、はい、すぐに中には入っていかずに、はい、例えばまあ屋根のある、まあ、駅に着いたりとか、はい、会社に着いたりとかっていう時にちょっと払うだけでもですね全然違ってきますので、その後に余裕のある時に拭き取っていただけるといいかなと思います、はい、実際私もヌメ革の今これヌメ革のカナラボスで防水ではないんですけど、ほぼ雨の日でも気にせず、はい、使っていただける、はい、ヌメ革って強いな、特に、そうですね、気にされる場合は黒とか焦げ茶のように、はい、色が濃いものを使っていただくと水染みとか全然気にならないですよね。そうです、本当にやっぱり一番はこう一箇所に水が乗ってしまってずっとそこにいるっていうのが一番水ぶくれとか水染みにつながりやすいので、本当にまあ拭けない環境なら払うだけで全然大丈夫、それだけでかなり変わります。はい、以上ですかね、はい、もうなんだかんだでこう10個紹介をしてきたんですけれども、はい、じゃあ、はい、最後に好きなやつを言います、はいはい、私、大人ランドセル、そうですね、愛しているから2人ともちょっと一瞬はけちゃうんですけど僕の推しはもう今がぜんバイオダークカーキ、確かにね、はい、結構もともと僕はミリタリー系のファッションも好きだったりとか、やっぱりこう革ブラックとか焦げ茶も安定感はもちろんあって結果持ってはいるんですが、ちょっと新たな色にやっぱりチャレンジしたいっていうのがどんどん出てきちゃう。私は愛してやまない大人ランドセルのもう今日の企画を無視してブラウンっていうそれすでに持ってるやつですか最後に1個って言われたらこうなっちゃう。そうなってくると結果僕もいや、そこはちゃんと無視しないでください。これ今使ってるのは結果このブラックなんです。ブラックでももう良さは僕知っているので、次に違う良さを探していくっていうのが、はい、どんどん革の楽しみ方が増えていいかな。茶色大人ランドセルの重さはどのくらいでしょうかっていうことなんですけど、はい、こちら002ワイドは 1700g なので、はい、まあまあありますが、はい、さっきもお話したように大人ランドセルすごく背中がしっかりしているので、はい、重さほど実際の重さほどこう聞きならずに背負えるっていうのは本当に大人ランドセルのいいところなので、下げるとちょっと重いですけど、背負うと全然気にならないというね、本当不思議なカバンです。002より001のがちょっと重いですね、はいはい、そうですね、はい、こっちのがまだ軽いです、はい、はい、すごい企画無視の山さんっていうふうに言われました。では、はい、今日も、そろそろね終わりにしたいと思うんですが、はい、今日もアーカイブ残すのでぜひご覧になってみてください、はい、それから今日ご紹介したものもコメントの方に、付けさせていただきますのでご覧ください、はい、そして次回の予告なんですけれども、はい、ちょっと2つお伝えがあります。まず1つ目、こちらの、インスタグラムライブ、来週から12時の配信にさせていただきます。はい、ちょっと早めます、はい、ちょっと早いです。いつもより3時間早く、しようかなと思って、はい、だんだんね、この日が短くなってきて、そうですね、今日は比較的明るいかもしれないです。そう、このままだとね、暗くて製品が見えなくなっちゃうんじゃないかということで、はい、12時に早めさせていただきます、はい、私たちの準備が間に合うのかっていうところがあるんですけれど、はいはい、
っとお昼がてら見ていただけるとね、そうですね、ちょっとお昼をゆっくりしながらなんか気軽に見ていただけたら嬉しいです、はい、そして、来週の特集は一応ビアリオの特集を予定しております、はいはい、よくここまでやってないなっていうシリーズですね。そうですよね、めちゃくちゃ使ってますからね、はい、僕も山田さんもツーヘイトート使っていて、はい、割と身近に魅力を感じているけど、はい、ここまで貯めたっていう、本当に早く紹介したかったですね、はいはい、というわけで来週は存分に、はい、来週は、今のところディアリオ特集を予定しております。はい、では、今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、いいお天気久しぶりに、ね、晴れてますので皆さん良い休日をお過ごしください、はい、お過ごしください。